速報、三笘さん先発フル出場もガチガチに対策され涙のドロー。ドローか、勝てたのにもったいねえ。この勝ち点1は痛いな。何回かチャンスはあったな。じわっとパフォーマンス落ちてきてんな。ブライトンの試合で久々につまんなかったわ。てかブライトン、三笘サイド固めとけば余裕やん。常に背中に背負った状態でパス受けてるから何もできんな。もらう位置低いのもあったやろけど、後半はもう少し裏に走ってもよかったわ。反り待ち良かったけどそれだけやな。 CL 圏の譲り合いが始まっててくさ。上位陣勝ち点落としすぎや。やっぱ対策されるとむずいな。三笘もなぜか消極的だったな。後半仕掛けゼロだったろ。反り待ちの方はあんなにスペース空いてたのに、三笘の方なさすぎやろ。左からの仕掛けが少なくて火力半減やったな。三笘サイドに相手固まってるから回すのはわかるんだけど盛り上がらないな。結構下げちゃうからな。ボール来なくなるわあれ。反省して改善してくれマジで。ピニャンとの相性悪くなってる。残念な試合だったな。まあ次だ次。